はい、オリバーです。はい、今回の記事はですね、えー、NISA、アメリカ独立プロリーグ、無名からプロになる方法という、えー、記事になりますあ。まあ、記事で第3回目の、まあ、プロになる方法なんですけど、第1回目は、えーっと、NCAA Division 1で活躍して MLS に入る。えー、第2回目が、えーっと、その裏道ですね。 えー、NCWA、えー、じゃなくて、裏道から、えー、プロになる方法という記事でした。で、今回は、えー、もうちょっと詳しく、えー、この NISA、アメリカ独立リーグ、まあ、3部に当たるんですけれども、その解説を、えー、していきたいと思います。で、まあ、これは、あのー、この NISA、このリーグで、どのようにプロになれるか、えー、そして、まあ無、無名でもプロ,プロになれるか、 えーニサネワークって何えーニサの選手はどんだけもらってるのかなどなど、えー、この独立リーグに関して、えー、解説していきます。まずは最初はニサとは。えーニサは National Independent Soccer Association という、えー、リーグになってます。これは2017年に設立されて、2016年からアメリカプロリーグ3部として正式にアメリカサッカー協会から認められました。えー、アメリカサッカーは、まあ、ピラミッド制ではないので、 日本みたいに J1、J2、J3、JFL、地域リーグ、そういう,うにあにピラミッドとなってないので、えー、個別にあのリーグが存在している感じです。なので、そのため昇格と降格がない。ということで、昇、まあ、格と降格の文化を設立したいという思いから、このリーグが設立されたと言われています。 えー、2019年の8月31日に初のリーグ戦が行わ,行われまして、まあ、あの今年に入ってコロナと他の事情で、まあ、ちょっと延期が続きました、まあ、当初は8チームか12チームでの設立を目指していたんですけれども現在は7チームしか、えー、所属してなくて、えー、そして、まあ、給選手の給料なんですけど明確には公開されてないんですけれども まあ、月々10万から20万ほどだと思います。それプラス、まあ、量など、量など、まあ、パフォーマンス金などが重なれているので、まあ、堂々とサッカー選手、プロサッカー選手と言ってもいいと思います。アメリカの、えー、旗をちょっとバックグラウンドにつけましたので、もうちょっとプロダクションバリューが上がってます。ライクしてください。<laughs> やたいな。えー、なので、まあ、 えー、まあ、コロナの時期と、えーまあ、重なってまだ新しい組織なので、まだまだちょっと不安定なリーグだと思います。えー、そのためまあ参加しやすい。えー、まあ、オープントライアウトでやってるのかどうかちょっとわかんないんですけれども、まあ、ホームページとかに行ったらオープントライアウトとか、えー、そういう情報はあると思いますので、おそらくですけど、オープントライアウトは絶対あると思います。えー、っと、ブログの方では、えー、っと、リーグのハイライトを載せ、えー、てるのでそこ、そちらもチェックしてください。 えーまあ、そんなに低くはないです。えー、やっぱりプロなので、えー、レベルは高いです。はい、次です。えー、NISA Network。無 o でもプロに,プロに、えー、なる方法です。まあ、これはあくまで私の考えなんですけれども、えー、と無名、まあ、アメリカの大学で、まあ、そんなに活躍してない。まあ、例えば、えーえー、NAI の大学に行って、 いてまあ全国出場しててもやっぱりアメリカの大学のサッカー界ではそんなに目立たない存在になるんですよね。まあもしまあなんか例えば30ゴールとか40ゴール1年に決めてたらまあもおそらく注目は浴びると思いますけれども、まあ、なかなかねそういうあのすごい数字を残せる選手はあんまりいないと思うので、えー、そういう選手たちねまあ、えー、しっかり結果を残してるけどあんまり全国的には目立てないそういう選手のために の、えー、まあ、プロになる方法だと、これは僕は自分で思ってます。えー、NISA Network というのは、えー、NISA の、まあ、株組織みたいなものですよね。あの、まあ、二部、えー、部リーグということですね。まあ、詳しく言うと、えー、アマチュアリーグと,、えー、と NISA が提携を結んでます。ね、で、これで、えー、このアマチュアリーグらが、 自動昇格、自動上、まあ、昇格できるようなシステムもできます。つまりアマチュアチームからプロチームになれる。この NISA リーグでプロチームになれるという仕組みを作ってます。まあ、ここが無,無名でもプロになる最大のチャンスかなと思います。ブログの方に書いてるんですけれども、NISA と提携を結んでいるアマチュアリーグは、ゴーフコースト、プレミアリー。これテキサス州とかそこら辺ですよね。 Uh, South uh, Eastern part of the United States. で、Midwest Premier League. これは、えー、アメリカのど真ん中ですね。Iowa とかかな <laughs> ?Kansas とか、Arkansas とか、そういうそこら辺ですよね。あとどこや、まあ、?Cleveland とか、i l l i n o i s とか、そこら辺ですね。で、もう一つは Eastern Premier Soccer League。これは East Coast 東海岸なので、ニューヨークとかそこら辺だと思います。ボストンとか、えー、あとどこや カロライナでえー、あれまあ、そこは何でしょうケンタッキーも入ってたかなちょっとわかんないんですけど、あ、それをこう調べてください。えーまあどのようにこういうチームが、えー、昇格をするのは明確ではないのですが、まあ、非常に面白い取り組みだと思います。そしてこ、これらのアマチュアチームが、えー、NISA Independent Cup という、えー、要するにまた天皇杯、 みたいなカップに参加できる資格があります。まあ、ここで、例えば、あの、大学生で、えっ、ー、と、こういうアマチュアチームに夏に、夏の時に入ってて、えー、この NISA i n エンペ e カップで出場すれば、まあ、アピールのチャンスだと思います。で、まあ、より詳しく、今、アメリカ大学でプロになりたい、え、選手に、に、えー、にメッセージなんですけれども、まあ、えー、まあ、 ね、これから、えー、チャレンジし,していきたい選手は、まずこれをや,やらないと、えー、なかなかプロになるのは難しいかと思います。それは NISA と提携しているリーグのチームを探す。これをまずやらないといけないですね。これらのチームは、あの、夏、えー、あのオフシーズンの時にリーグを行っているんですよね。おそらくなんですけど、まあ、ほぼほぼ100%を行っているので、 そこのチームに所属するのが今後の鍵になると思います。まあ、できるだけそこのチームに入って、えー、まあハードルが低いんで、入るハードルが低いんでそこのチームに入って、ね、まあ自分の存在感をそのチームに残す。そうすると、もしそのチームが例えば、まあプロに上がりたい。じゃあ、えー、ね、夏に来た選手すごく活躍したからあいつ呼んでこようとか、まあそういう ことが起きるかもしれません、えー、もう一つは、えーまあ、その先ほど言ったんですけど n i s a e n e n カップでそのチームと一緒に、えー、そのトーナメントに参加してプロチームと対戦した時に結果を残すということで自分の価値がどんどん上がっていってもしかしたらその他のチームから声かかるとかそういうことが、えー、起こるかもしれないので、まあえー、個人昇格または、えー、チーム、まあ、そのチームが来年じゃあプロ,、えー、プロになります。 じゃあお前も来てくれっていうふうに、えー、チーム丸ごとが昇格する場合もありますので、まあ、これはやっぱ運運ですよね運と、まあ、自分の、えー、けまあ自分の実力の結果だと思いますはいなのでまあアメリカにね日本の選手でも、まあ、アメリカにアメリカサッカーに興味ある選手をどん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  え増えてきてきるのでもし日本からでも、まあ、この NISA ネ t w ワークというアマチュアリーグに、まあ、3ヶ月間は、えー、アメリカでツアービザーで入れるのでまあちょっと今はねあのコロナでちょっといろいろ忙しいまあ,あの大変ですけど。 なかなか行けるのは難しいかなと思いますけれども、まあ日本の大学からもえチャレンジしたい選手がいれば、えー、私の方に連絡してくれたら、えー、なんとか、えー、僕も頑張って動きますので、えー、ご連絡ください。で、えー、今日本で、日本の高校生でアメリカを考えている、アメリカ大学留学を考えている選手は、ぜひとも我々に連絡してください。えー、ホームページはブログの方に貼ってますので、そこから え、問い合わせをお願いします。で、今、アメリカの大学で、まあ、プロを考えてる、真剣にね、プロを考えてる選手は、えー、無料で、えー、相談は乗りますし、えー、っと、インスタか、えー、っと、どこやろな、ホームページからでも質問してもらってもいいかな。はい。なので、えー、はい。以上です。さよなら。